Google Play でアプリの評価とレビューする方法。 Google Play では Android アプリやゲーム、その他のコンテンツに対して評価やレビューをすることができます。このガイドではスマートフォンやコンピュータのデスクトップ版を使用してレビューを残す方法を学ぶことができます。ご注意ください。評価をすることができるのは以前にインストールしたアプリのみです。ダウンロードしたアプリは自動的に Google アカウントにリンクされます。アプリをダウンロードしたにもかかわらずレビューを書くオプションが表示されない場合は、正しいアカウントにサインしているか確認してください。 Android の携帯電話またはタブレットで Google Play を開きます。コンピュータを使用してフィードバックを残す場合は play.google.com にアクセスしてください。画面の QR コードをスキャンするか、検索バーにアプリの名前を入力してアプリを見つけます。詳細ページに移動します。アプリを評価するには Rate This App セクションで星の数を選択します。レビューを残すには星の評価の下にある Write a Review をクリックします。画面の指示に従って意見を共有してください。ポストをクリックします。レビューを削除または編集するにはアプリの詳細ページで自分のレビューを見つけ、レビューを編集するにはエディット用レビューまたはデリートをクリックします。編集を選択した場合はレビューを編集してからポストをクリックしてください。Google Play のレビューはあなたの Google アカウントにリンクされており、ウェブ上のすべての人に表示されます。私たちのチームはスマートウォレットのポジティブな評価に感謝します。